明和町は、二酸化炭素排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現と、災害時の住民生活の安定を目指し、都市ガス事業の会社と協定を締結しました。明和中学校で行われた協定調印式では、明和町の富塚町長と埼玉県に本社を置き、都市ガス事業を展開するエネクルの堀川正貴社長が協定書に署名しました。 明和町では、今年3月に第3次明和町環境基本計画で二酸化炭素の排出量を2050年までに実質ゼロにするゼロカーボンシティを表明しています今回の協定により、二酸化炭素の排出量を実質ゼロにしたカーボンニュートラル LP ガスが明和中学校の体育館や町の社会体育館、参考アリーナ明和などで導入され エアコンの稼働に使われますまた、地震などの災害時には埼玉県羽生市にあるエネクルの中核充填所を活用して明和町の避難場所へ LP ガスなどを供給するなど両社が協力して住民生活の安定を図りますこのほか、中学校の総合的な学習の時間でエネクルの社員が講師となり 環明和町さんがです、ね、災害に強い町になっていくということと同時に、こう LP 私たちこう LP ガスを供給している会社としてです、ね、やっぱりこう LP ガスの良さをもっともっとです、ね、こう明和町さんを中心にです、ね、発信していければなと思っておりこれを機に、ネクロさんといろんな協力ができれば。 ゼロカーボンにいかに貢献していくかという考え方を持っていますんで、えー、見守っていただければというふうに思います。